そのの初の五輪ントいうことになると思うんですけれどお気持ちにいかかがですかそうですすそう初めてのオリンピックですけど、まあ、まずは楽しみたいなっていうのと、まあ、自分自身怪我をしてた時期があったんでうん、まあ、そこでできない期間もあった中で、まあ、その成長した姿をこう少しでも表現できたらなっていう思いとやっぱ今後の女子サッカーのために。 本当に結果が必要だと思うんで、ご一戦一戦。結果を求めて戦いたいなと思ってます。いや、本当骨折とか大きい怪我したことがなくて。まあ、でも、あの怪我した試合で。まあ、もう画像で出ちゃった中で。 まあ4ヶ月って言われた時に、まあ、もう計算するだけでも最終予選間に合わないけどオリンピックが間に合うっていうところでは自分自身こうまあまあ4ヶ月かって思いながらも、まあ、オリンピックに間に合うなら頑張るしかないかなっていう方が強かったんでこうあまり落ち込むことなくリハビリができたかなとは思います。 内の影響とか、うん、そうですね、まあ、自分自身本当にこう海外に行って、まあ、日本でプレーしてると常に相手は日本人選手でそういうスピード感だったり特徴がまあ似たような選手が多い中で戦ってるとこう代表戦になると海外の選手を相手にする,となる自分自身こうワールドカップの時がそうだったんで普段は国内で戦ってて大会では,は。 外国の選手と当たるってなると、そのスピード感とか強度の部分でちょっと慣れるまでに時間がかかったりするんですよ。で,でもそれがこう。海外を基準でやってると、常にそういう選手を相手にしてるんで、なんか落ち着い。落ち着けるというか。あ、普段通りにできるイメージがこう。海外行ってからあるので、全然日本でやってる。選手もやっぱみんな。 たくさん結果を残している選手ですし、まあやってるところが違うだけで、みんな求めているところは一緒だと思うので、まあそういったところに関しては、こうチーム的にこうどんどん大きくなっていければいいなっていう感じではあります。リード感日本でやられると外国でやられる人と何が違ったりとかって感じですか？いやもうシンプルな足の速さは、もう多分テレビで <laughs> 見てもわかると思うんですけど。 自分自身もこうスピードが売りではありますけど実際に海外の選手相手に用意ドンしても勝てないですしやっぱこう身体能力の違いだったりやっぱこの能力っていうのはこうすごく戦ってて感じるところではあるんで、まあ、常にそのレベルでやれてるっていうのはすごくこう自分たちにとってもいい,い,いことというか まあ、嬉しいことですし、まあ、それがこう代表の組織になれば。まあ、海外所属が多いんで。そういった意味では慣れてる選手がいるっていうのはすごく心強いかなと思います。改めて、ご自身の武器っていうのは。改めて、改めて、何だと思いますか。<laughs> まあ、スピードを生かしたプレーかなと思いますけど。まあ、実際にこう用意ドンで走るというよりかは。 まあ常にいいポジションを取りながらその走り出すタイミングだったりまあそういうのがあってこそ自分のスピードが生きてると思うんでまあこう常にいいポジションを立ちながらこう味方が顔をげた瞬間に走り出すまあそういうタイミングとかもこう長所になっていけばいいなとは思ってます。12年ぶりのメダル獲得とといいいうここにになると思うんでですすがそつてかか ぶりって言われてもあまりパッとしないのが正直で12年前ってほんと6年生とかで <laughs> 実際にこうテレビで見てた側だったんでなんか実際に今自分がそこに立つって考えるとちょっとこう、まあ、信じられないというか変な感じはしますけど、まあ、やっぱ夢で思ってた場所に立てるっていうのはすごく嬉しいですしまあそういった意味でもこう 自分が六年生の時に感じたことを、次、今の小さい子たちに伝えていかなきゃいけないっていう責任感もありますし。本当にこう、結果っていうところには、よりこだわりたいなって感じます。六年生の時に。はい。偉大な、重いって、どういった思いどのような,ものなんですか。ええー。いや、ワールドカップの時は5、ね、五年生とかで、二千十一年ですよね。なんか、でも、六年生とかで。 重い,いやもう普通に見てたと思いますサッカーやってるから見てるみたいなもともとこういろんな競技をオリンピックやるんで見てましたけど、まあ、特に女子サッカーというところでは自然と目に入ってたというか、まあ、見ててうんもうなんかすごいな本当にただの <laughs> 見てる側だったんですごいなでもやっぱ女子サッカー サッカーやってたから、オナデシコジャパンになりたいっていう夢はありましたけど、実際にそこに立ちたいっていう思いがあったかって言われたら、多分まだ漠然としてて、っていう感じですかね。あんま、あんまり記憶にない、うん、もう普通に好きだから見てるみたいな、<laughs> そういう感じでした。サッカーを始めたきっかけって何をい,うのどういっただくと思いますか お兄ちゃんの影響ですねお兄ちゃんが先にサッカーをやり始めて多分それのお迎えとかにちっちゃいながらお母さんと一緒に行ってこのお兄ちゃんがボールを蹴ってるそのサッカーをやってるところを多分ずっと見ててなんか楽しそうだなみたいな <laughs> 自分もやりたいみたいなのがきっかけで始めました。<laughs> わかうんない, <laughs> <laughs> いやもう本当にこうまあ夢でなでしこジャパンになりたいって書いたのも多分小学校のいつだろうな高学年とかからでそれまで全然サッカー選手になりたいっていうのはなくてなんペットショップの店員さんになりたいとか書いてて <laughs> 犬とか動物が好きで。 <laughs> で本当にこうサッカーは好きだったんでサッカーやり続けて、まあ他の習い事もしてましたけどやっぱこう習い事に行ってサッカーの練習行くとやっぱちょっと遅れていくとかがあってそれが嫌で,で気づいたらサッカーだけ残っててでやっぱこうサッカーをやり続けて夢がなでしこジャパンになりたいって夢になって気づいたらっていう感じですね。<laughs> ななんでなんでですかね犬を飼ってて本当こう動物が好きだったんで常に多分動物を触れる環境が多分ペットショップだと思ってたのか <laughs> ずっとペットショップの店員さんになりたいって願い事とかで書いてましたね。 卒業文集の時はもうなでしこジャパンになりたいっていう私の夢みたいなの書いてなでしこジャパンで活躍することっていうのはもう6年生の時には明確になってましたね。きっていうところもあるんですけれど、はい、お兄さんとのご関係っていうのはいかがですか、うん、お兄ちゃんなんですけどお兄ちゃんじゃない感じもあっていやなんか多分すごく難しいと思うんですけど。 何だろうな嘩一回もしたことなくてずっと自分もお兄ちゃんの後くっついてたので何するにも真似しててサッカーもそうですし他の習い事もそうで,で気づいたらこう二人でボールを蹴るような中になってで実際にこうやっぱ女子サッカー男子サッカーって一緒にできなくなってくる時期になっても好プレーのことで相談したりとか。 それがなんかこう身近にできる存在がいるっていうのは自分自身すごく嬉しいですしなんかよくそれも2人で話すんですけど「きょうだだけど親友みたいなお兄ちゃんと妹っていう感じはないよね」っていう話は家族でも話してて多分家族でも多分仲がいいのであまりこうなんか「お母さんはお母さん」っていう感じでもないし。 本当にこうサッカーだけじゃなくてプライベートの話もお兄ちゃんに相談できるんで、まあ、でもサッカー面ではすごくこう尊敬してますしプレースタイルも似てるのでこういう時どうしてるとかそういう話もよくするんで兄弟でもあり親友でもありこうすごく尊敬できる存在だなっていうのは思います。実際今 というところでで改めてお気持ちはいかがですか <laughs> いやすごくこう、まあ、夢だったものが目標になってこう身近なもので目標になってきてそれが手に届くようなところに来てで実際に今こうなってると思うんですけどうんまあすごく嬉しいっていう気持ちもありますけどこうなんかより責任感を感じるというか。 アンタン世代の時って、まあ、まだこう代表の自覚って言われたらそこまであんまりなくてでまあで徐々にこ「なでしこ」でとか「ワールドカップ」ってなっていくと本当にこうたくさんの方に応援されてるんだなっていうのを改めて感じるのとやっぱこう女子サッカーを今後もっと発展させていくためにはまずはなでしこジャパンがやっぱ結果を残すことが一番大事だと思いますし。 うん女の子のサッカーできる環境だったりとかそういったのをもっと増やすためにも結果っていうところが求められてるなっていうのを実際に立ってみて感じるんでなんかこううれしさもありますけどよりなんかこうあ国を背負ってるんだっていうところの実感がこうどんどん強くなってくるというかそういう感じはしてます。今回の学校に向けて まあ個人の目標だったりレシコの目目標標だだっったたたりりといいいころをお伺いしたんですかやっぱチームでは金メダル一番いい色のメダルを持って帰りたいっていう思いはありますしやっぱオリンピックで悔しい思いをしたんでやっぱ次は笑って帰っていきたいっていうところはある中で、まあ、個人としては得点をはちょっと掲げないというか。<laughs> ワールドカップの時もまずは楽しむっていうところを一番こう持っていった中でこう結果としてああいう形で結びついたのはすごく嬉しいですけど、うんまあ、今回もそれは変わらないかなっていうところでもうまずはその舞台を全力で楽しみながら、まあ、それが結果としてこう得点だったりチームが勝つっていうところにつながれば嬉しいですけど。 やっぱ楽しまないと見てる方たちにも伝わらないと思うんでまずは自分自身楽しみながらプレーしたいなっていうのが一番の <laughs> 目標です。まあでもそれがやっぱチームのためになると思うんでそこはやっぱ得点だったりアシストだったりそういったところで結果が出せればいいなっていうのはこう楽しむの

嬉しいことではありますけどその反面見られ方が変わったというかワールドカップ前はこうなんだろうなあまり得点を取るタイプでもなくてそのシーズン1得点っていうような感じでワールドカップに入って、まあ、得点王になってってなると次得点王のっていう見られ方をするんで、まあ、絶対点決めるだろうとかやっぱそういう見られ方をするとなると。 自分の中で気にしてないようで多分どこか気にしててそれは特にこう怪我をしてすごく思うことでやっぱ復帰してちょっとまだ体が追いついてない時とかやっぱいろいろ言われることもありますしまあ嬉しいですけどやっぱそういうものがついてくるっていうところではうんなんかまあプレッシャーになってるというか。 まあ逆にやらないといけないなっていう思いにもなりますけど、まあ、すごく気持ち的には難しい時はありましたね絶対負けたくない相手だったりとかリベンジしたい相手の国っていうのはあったりはするんですかどこの国にも負けたくはないですね、まあ、一番はうんなんか選手誰かにとかは正直ないので 本当マッチアップする相手には負けないっていう思いの方が多分強いんでどこの国誰っていうよりかは本当にその時の相手には絶対負けないっていう思いでやっぱ戦わないとやっぱそういう簡単な試合はないと思うんで本当一試合一試合こう全力で立ち向かっていきたいなとは思ってます。内で意識している人とか みんなそれぞれいいものを持っているからこそ代表に選ばれていると思うんでやっぱそれが合わさってのチームですし何かって言われたら <laughs> すごく選びづらいですけど特にそう考えたことがないというか <laughs> う、ね、<laughs> 考えもう本当チームメートなんでうもうやっぱ実際に自分を生かしてもらうっていうシーンもあれば。 その見方を生かすっていうシーンもあるんで、本当その選手の特徴を知りながらプレーするっていうのが一番なんで、みんなのことを尊敬してますし、リスペクトしてますし、まあ、その中で仲間でもあり、ライバルでもあり、なんかこう、すごく、まあ、意識してるって言ったら多分全員ですし、やっぱオリンピックも18人っていう枠で、それに選ばれるためにみんな必死に、 トレーニング積んでっていうようなまあ、そういうところがこう代表っていうところだと思うんでまあ味方でありライバルでありそこは全員かなとは思いますね今、えー。今回の大会の意気込みをお願いします。いや本当まずは金メダル目指して一戦一戦戦いたいですしまあ、個人としてはお楽しみながら目に見える結果を残せるように。 まあ今はいい準備していい状態でオリンピックに向かえたらいいなと思ってます。